お疲れチャンスラットです。今日ですねこちら 2.5 ホグやっていきたいと思います。ということでね、まあ見ての通り 2.6 ホグのねファイボがクエグになっただけなんですけども、これがね今バカ強いらしいですね。そうなんかマルチ上位で、まあよく海外かな、海外プレイヤーがすごい使ってるんですけども、まあこの世界2位のねホグクエグが一番うまい、イアンさんが使ってて、あと他にもねなんかちょいちょい使ってる人がいるんですよね。そうだからもうホグがめっちゃ多くて、ホグ自体で言うと多分ほんとねトップ30に3人に1人ぐらいがホグで、ホグクエイク26の、5がクエイクになったのがトップ30でさっき見たんですけど6人に1人かな、そう3ん?じゃあ5人に1人、30のうちに6人使ってる人がいたので、まあ世界3トップにもう5人に1人はこのデッキ使ってるよっていう、まあホグ自体がね来てんのかな、ホグクエイク、まあクエイクがね、まあ、やっぱ削りとしてね先にちょっと強すぎるので、まあ、クエイク大流行中ですよっていうことで、今日はねこの 2.5 ホグをねやっていきたいと思うんですけども、まあクエイク の、まあ、その何が強いかって結局はやっぱねホグっていう相手がトルネードとか、まあ、施設が持ってると、まあ、なかなか通んないんですけど、結局ねクエイクがあればもう削れるんですよ。そうクエイクあればもう攻めがね、完成するっていうので、まあ、あとはこういうね、スケルトンラッシュの防衛に対してまあ、このクエイクがね結構強いです。よいしょ。さあクエイクとスケとかで守りながら、まあアイゴレとかでね、まあ適当に蓋してあげて、なんならカウンターでホグ飛ばしちゃいたいよっていう感じかな。そうまあスケラの受けには異常に強いですねクエイク。そうクエイクウッドでぶっちがほぼ完封できるんで、まあスケラには強いよと。まあその代わりデメリットとしてはやっぱ大型がねそうきつくなってくる。やっぱゴレとか、まあ、ラバとかやっぱ形組んできた相手に対してやっぱファイボ打てない、クエイクだと、まあ、防衛が辛いよねっていう部分は、まあ、ちょっとあるかもしんないですね。さあこういうのちょっとめんどくさいですね。スケキンのスキル使われそう。さあでここはさすがにアイゴレで、アイゴレのパフがいやーこれ美味しいですね。さあホグ飛ばしてでスケだけでねこの後許容の防衛してあげて、いやー痛いな、俺の方がもっと入ってほしい。もう一発、いやーでかいね。さあ相手はジャイスケキンスケラっていうドヤンですね。まあジャイスケラのスケキンぶち込んだって感じか。さあなんで基本的にはもうジャイはね大砲マスケあとスケで守って、もうほんとクエイク一応スケラのね防衛に使っておけばいいっていう、で余裕があったら攻めで使うぐらいの感じで、よいしょ。さあとマスケも出し放題かな、やゆきでしたね。マスケが一生残ります。そうもうここ最近のトレンドはもうクエイクですね。よいしょ。さあで大砲ぐらい置いてファイスピもプレッシャーかけながらね、でこれもまたクエイクウッドで本当に止まるんで、よいしょ。一瞬ちょっと待ってからのさ、まあ数発入るかどうかっていう、入らんかったか。さあこれはもう顎で蓋してからのホグで、なんならクエイクまでね打てたら打ちたいみたいな。よいしょ。さあぶっ刺さる。で次のスケルトンラッシュやばいじゃんって話なんですけども、やばくないんですよね。これがねまたこのホグの強みで、回転が速いんでね、そう全然回転が速いんで回るんですよね。そう、まあ、一旦ファイスピとかでクッション置いてさ、クエイクからのなんならウッドがねいらない。いやこれがマジもうズルズルなんですよね。でさ適当に攻めウッドもしとけばついででね処理できる、でコスト使わせてこの間にねもうクエイクッと回せば、勝ちです。ホグ殴ってね探しというので、もう見てわかる通りクエイクが壊れてますね。そうまあホグもねもしかしたら壊れてる領域にここ先足を入れね踏み入れてる気もしますね。片足ちょっと突っ込んでるかも。なんかねもうだって今マルチは迫撃ホグでしょ、でこのホグあとアチャクイホグとか、まあちょっと多いっすねさすがに。なんか万能無課金でも使えるし育てやすいし、めっちゃいいカードではあるんですけど、まあ僕はあんまホグ使わないんでねそういった意味ではねちょっと顔をしてくれてもいいんじゃないっていう、まあ、まあ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 とりあえず強いですね。もう上手い人が使うと全て苦手ですね。本当に負けるデッキ存在しねえやんっていうぐらいやっぱ強いんで。さあで今回は、まあ、アチャクイのロイホグとか、まあ、アチャクイのおーおーエレジー来た。さあ、まあ、これは一旦ウッドとか入れながら、
やばい、危ない危ない。さあ大砲がね、まあ、大砲も強いね。大砲は間違いなく壊れてるんで急いで下方してほしいですね。さあどうせ取りになるんで、まあ、ホグ飛ばすタイミングちょっと考えながらね、これやっつけてくんねえかな。ああ無謀だった。さあマッスルが硬いですね。エレジャイですね、まあ、エレジャイに対して26は相性が良くて、大砲とマスケなんか話していっと絶対どっちか残るんでっていう理論でいくと、まあ負けないですね。さあで暇なんでクエクで削っていきます。まあ、エレジェ来たら大砲置いとけば守れるよねっちゅう。さあ、あーで僕の嫌なのはねこれですね、この圧着イエローが。さあ早くスキル使えよっていう圧着イがね、いた圧着イ、圧着イずるやないかいっていう話なんですけども、まあマスケもねぶっちゃけ同じっすよ。あのね圧着イが壊れてるから目立ってないだけで、余裕の100ゼロでね壊れてるんでね、マスケも。いやー、いた、まだダメージ受けてないけどクエイク、さあエレジャイクエイクでしたね今回の相手。うん、いやーこれちょっとめんどくさいですね。しかもちょっと高回転めなんで、まあホグ飛ば、まあマスケがダメ一生生きるなって考えたら全然か。さあ顎ホグぐらいしてあげて、あとは大砲2、3周ぐらいしなきゃやばいかなこれ。まあ一旦置いて、どうせこれ行かれるんで、あとまあトルネ使ったんで、よいしょ。さあ次のね大砲回してあげれば一旦ここはしのげると。一旦しのげますね。で僕はねこれ勝つためにはねクエイクでガチでゴリゴリ削んなきゃいけないんですよね。そうゴリラみたいに削っていかないと結構渋いって感じですね。さあ残り物の大砲とかで頑張れそうだけど、でここは攻め取りに使ってきたんで攻めます。で俺の天敵圧着位、よいしょ。さあしっかり耐えながら、いやこれマッスルの方が痛い、もしかして。いやん、痛い痛い、マッスル。さあマッスル痛いけど、まあ高回転マスケっすね。さああとはまあ大砲どうせクイック打たれるんですけど、打たれてもいいんで置いて、まあ次のね大砲回さないといけないですねこの間に。さあで大砲置いてあげて、でホグはまあ飛ばしてもいいんですけど、結局折りがねありましたからねっていうので、よいしょ。さあこれはもう相手のちょっと無理してるっすね。このだって大砲にクエイク打っても何もできないんで、よし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 。だってずるじゃない、普通さこんなんエリジャイクエイクとか絶対きついやんってなるはずじゃないですか普通はね。でもこれ言うのにもう勝てるんで、よいしょ。まあ勝ってないですけどねまだ勝てるんでとか言って、さあでぶっちゃけ先置きして相手にクエイク使わしてとかでもいいっすね。さあでマスケ大量かな今回は。マスケ大量と大砲も大、うん、量。さあもういっぱい出しまくってあげてね。結局このなんだろうな、回転がやっぱ早いっていうのでクラレンを置いて結構大事なんだよね。よいしょ。さあ大砲とね両サイドマスケで守れていく。いやこれ守れるんだなマジで、俺が一番びっくりしてるわ。さあで最後にはクエイクとウッドで削ってあげて、削りでもね負けないよというので、まあ、溶かす火力がないのを、まあ、ないこともないか、ファイボがクエイクになってる分、防衛が難しいのをやっぱ高回転でマスケ大砲出しまくることによって火力カバーをしつつの、まあ、攻めはもうクエイク打っときゃ勝てるよねっていう、ホグいらんでしょっていう話ですねぶっちゃけ。さあいやーえぐいなぁ。まあ、これはね、なんだろうな。まあ、使いこなせると、ほんとこれで世界一いけるデッキなんで、まあ、しかも組みやすい。うん。まあ、レアがちょっと大変ぐらいか。でも言うて組みやすい方だと思うんで、まあ、ちょっと前にマスケもね、そう、強化されたんで、まあ、より強いよねっていう話ですね。だって圧着でいいじゃんってなるんですけども、まあ、マスケはマスケでね、やっぱいいよねっていう。もうマスケ強化されたかな、謎に。いらなかったっすからね。マスケ強化。
そう、これだから普通にマスケを加工しないと、なんだろうな、おかしい、おかしいというか環境ぐっちゃぐちゃというか、もう一強ですね、マスケの一強になりますね。うん、だってマスケ使っときゃ誰でも守れるじゃんっていう話になるんでね、何でも守れる、何でも止まっちゃうっていうなっちゃうので、さあ、で今回とはなんだこれ、オーブンとエレキユーノなんで、いやー結構レアですね。いやーなんかさ、何が来るかちょっとわかんねえの、やだな。オーブンあと見えないねどんぐらい残ってんのか見れないね、あのクランのロゴがすごい邪魔で。さあ、であとは意外とこのデッキ使う上で一つ覚えておいた方がいいのが、大砲いっぱいといた方がいいですね。マスケはね、なんだろう、その、取るね、うん。マスケはね、あんま出してもいいんですけど、なんか先置き大砲が結構強いんで、なんか大砲いっぱい置いた方が、個人的にはいいイメージがあるですね。そう。一旦大砲置いとけば、3コスでね、結構優秀なんで。さあ、こういうのですね。大砲置いて、まあ、ぶっちゃけホグ飛ばしたいよね。なんかいいのかな。あ、これ、アイゴレまでつけちゃおう。ですけど、エレキが結構いい受けしてんな。まあでも大体っていうか、そこそこに入るよねっちゅう。うん。さあ、ウッドで、なんとかしながらの、いや、これもう一回受けないといけないんで、もうホグで受けちゃいます。いやー、これオーブン、待って、オーブン痛えな。ね、オーブンさ、あんま見ないからさ、なんかそんなこう気にしてなかったけど結構痛いね。さあ、ポイズンとか打ってくんのか。でファイスピもね、削りとしては優秀なんで、まあ8枚ファイスピ、まあクエイクと削り多分一生しとけば、であともう守るだけみたいな、そんなイメージ持ってもらえればいいね。ホグ飛ばせる飛ばしてもいいんですけどね、なんか飛ばさなくていい時はまあ飛ばさない。あっち食い来た、あっち食いだけちょっとめんどいな。うん、これクエイクまで打つのはヤンキーかもしれないんですけど、打っちゃいます。さあ、いやー危ない、ペッカとかいそうなんですけどね、これいないのかな、どうする、これ踏まれたらやばい。オーブン、あーエレキーか、やばい、これディガっぽいだったんだ、ただのただのって言ったらあれだけど、なんかね、マジどんなデッキなんやろうってずっとこう思いながら戦ってたんですけど、アチャクイディガっぽいでしたね。うん、さあ普通にアチャクイが結構渋いっすね。まあポイズン消えられる、まあでもポイズン削りとクエイク削りなんで、まあ、どっちが強いのっていう話っすよね。まあ、相手のディーガーをいかに拾えるかも大事。よいしょ。まあ、間違いなくね、クエイクの方が強いです。さあ。大砲置いて。いや、これ飛ばんのちょっと渋いな。あの着衣が厄介ですけども、さあホグいらんやんっていう話なんですけども、まあこのデッキこういうことです。大砲置いてクエイク打っとけばっちゅう、もうスペル削りデッキみたいなもんですね、最近のこういうのは。まあ結構防衛疲れるっすね間違いなく間違いなくね、ファイボじゃない分防衛は疲れる、攻めは楽かもしんない。まあ、攻めはでもやっぱホグ普通に高回転なんでね、1周目のホグ飛ばして2周目にアイゴロホグからのまあクエイク打つなりまあしときゃいいんで、まあ、そこは普通のホグと変わんないかなっていう。さあユーノですね、まあユーノってことはペッカとか人気とかまあ陸関係っすよね。さあベビードラー、あペッカラムか、これライトニング打てそうだな、打たないで、いやこれはでも打ちにくいな。あー今ノックバックさしてからのユキとか打つのかな、あタルーとかやんのかなとか思いながら、やばい事故ってる。さあペッカラムは、まあ、マスケと大砲とかライトニング打たれるのやっぱ嫌なのでちょっと気ぃつけなきゃいけないですね。うん、
さ、もう相手ライトニング打ちたいよっていう構えですね。ライト打ってきたら、あ、これでもまあ遊具のと雪玉とか、あっさエレキ、まあさすがにお散歩したいけどな、できるかな。痛いね、痛いけど、まあ許容して、いや痛いな、今のちょっと許容しすぎたっすね。さあペッカの方に寄せる雪玉ですね。いやうまいですね。で樽も使ってたんで、ファイスピだけちょっかいかけえの、いやーなんとも言えないけど、いやでもホグがさあ入ってる、間に合うかなこれ。いや結構入りましたね。さあこれ右サイドダメージ受けてるんで、ここはなんかこれぐらいで最高許容できますね。さあさあさあペッカラムですね。もう形組まれたらやっぱ苦しいんで、こんな感じでちょっかいかけていってね。まあライト来たら来たで美味しいんじゃないか、クエイク削っていけば。さあということで来ましたね。でこっからはやっぱ大量にマスキーが欲しいんでね、僕は。大量にマスケと、あとは先置き大砲っすね。これ別にライト撃たれたら撃たれたで、もう一回その撃たれた後にマスケとか出せばいいんで。さあこれですね、誘って、であとはここ別にホグ飛ばしてもラムライダーで受けられちゃうんで、ホグを飛ばさないんですよね。さあでクエイクウッドで削っていくっていう、まあ、ホグ飛ばしてダメージが入るなら飛ばせばいいんですけど、飛ばすことによってなんだろう、その後の流れが悪くなるとかあるなら、まあ、こんな感じで飛ばさないがね、いいですね。で、さあ、大砲先置きを徹底して、大砲に撃たれたら、みたいな感じでね。よいしょ。さあ、まあ、ここはマスケから入ってもいいけどな。大砲なんか邪魔で置けないんでね。さあ、手前にね、毎回してきますね。さあ、ここは大砲置いてあげて、もう見えないな、マジで。おじさんの視力だと結構ね大変なんですけど、でここでもう相手がライト打ってるんで、ここの端前ペッカ来るぐらいかな。あ、来なかった、やばい。よいしょ。そうちょっとぎこちないのはね、やっぱ26のこの慣れというか、そこなんでちょっと許してほしいですね。ちょっとぎこちないのはね。よいしょ。さあ、ここはラムもいなくて、ライト打った瞬間なんで、まあ、ホグは刺さるよね、と。まあ、いうわけで、なんか基本的に先置き大砲がマジで強いですね。大砲のやっぱ火力が高いんで、なんか全回収できちゃうんですよね。そう、だから大砲置いてから、まあ、考える。うん、徹底すれば結構いい感じになるんじゃねえかなと。さあ、まあ、クエイクな分ね、ユニットが流れてくるので、しっかり大砲を先置きで延命して、あとはクエイク陰キャと。さあということで、だからホグとかも最初に飛ばさないっすね。うん、飛ばすだけなんか不利になるというか、まあピンチになることがありますね。それこそ初手取るね、金器とかメガナイトで踏まれてなんかワンパワーされるとか、まあいろいろあると思うんですけど。さあ、でこれはもうね、泣いていいですね。もうアチャクイはもうきついんでね、うん、しょうがないっすね。アチャクイに関してはもうしょうがないっす。うお、さあ、まさかの、アチャクイ三重視初めて見ましたね。さあ。もう、なんとかなりそうな気もしないことはない。痛い。いや、マスキー。いや、最後のはね、ズルっすね。てか、大砲は下手でしたね、これ。マジで。三しか。バルキリーとか欲しくなるっすね。さあ、でもホグはタイミング次第で飛ばしていきたいな。まあ三しって基本ゴーストユーノとか入ってるからね。ホグ飛ばすとね、ゴーストユーノで守られてフルカウンターくるんですよね。さあ、まあ、あっちゃけこれ、先出し、てか大砲を先出し合わせてもいいかもね。うん。さあ。消えてくれるからの、2体の方にまあ低めマスケを合わせて、まあ、このマスケである程度は守りたいよねっていう。
あれが来なかったの。逆サイユーの誘導は似た、絶妙に下手、ごめんなさい。僕飛ばしてもいいけどなこれ。相手のさ、わかんないんすよ。何、あ、やっぱゴーストにいるっすよね。うん。さあ。で、圧着衣とかも出してきそうっすね。で、圧着衣出してからの決算紙が来るっすね、さっきから。うん。さあ、これですね。ちょっと低すぎるんですけど。低すぎがちょうどいいって聞いたことないですか？おー、ロイホグ見たんだ。さあ、まあ、気合で耐えたい。見た、お前やめろ。さあ、大ピンチとこまではいかないけどピンチです。あ、圧着衣結構安い。ちょっと待って、ゴーストお前こっち来い。まあタイブレイク勝ちたいね。でももう俺の防衛次第みたいなとこある。いやー、さすがに、なんかきつかったっすね。さあ、ということで、もう、ファイボーの方がね、いい時もあるとは思うんですけど、まあ、総合的に言うと多分、クエイクの方がね、今は強いらしいので、皆さんもぜひね、こちらの 2.5 フグ使ってみてください。チャンネル登録もね、お願いします。では、お疲れ様でした。